もう閲覧30秒前です。15秒前です。9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1。あなたが輝く魔法の音い口。聞こえてる。時刻は6時を回りました。あなたが輝く魔法のうといむちの時間です。ご案内は伊礼のりことペイチンサトル FP 崎山。はい、今日もよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、場所が変わって変わってますね。はい、こちらどこでしょうか。はい、こちらは私が大好きな、ロサンゼルスの、はい、トロピカルビーチですね。そうですね、はい、カリフォルニアではないんですか。カリフォルニア、そうなんですはい、ちょっとね、今日は、FM ギノワンのスタジオを飛び出して、なんとトロピカルビーチのサテライトスタジオに私たちいます。はい、はい、お邪魔してます、はい、トロピカルビーチへお越しの皆さん、若者の皆さん、はい、こんばんは。ちょっと後ろを見たら私たちいますよ、はい、今ラジオの生放送中です。はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、今日は9月の21日、はい、旧暦では8月の21日ですね、はい、で6期では仏滅ですけれども、はい、仏滅をですね、うん、若者が吹き飛ばすこと、うん、と思いますので、そうですね、あまり気にしないでやりたいこと、うん、Take it easy、はい、やりたいことやりましょうね、はい、そうですね。今日ですね、ここのねスタジオすごくね心地がいいですね。風がとてもいいです。そよそよと吹いていて、はい、で今ちょうどですね湯まんぎ、日がね傾いて、何でしょう、太陽が沈むサンセットですね。はい、はい、今日もですね、今朝ちょっと私ウォーキングしましたけれども、セミがですね、なんと夏を惜しむようにジージージーって鳴いてたんですよ。あ、そうですね、はい、もう夏が終わって、うんうん、秋に入ってくるんですかね。そうですね、もうねそろそろ秋なんですね。で月桃のね実も色づいて、はい、はい、もう秋だなっていう感じがしますね。はい、のりこさんが言いました、うん、ユマンギですね、はい、ユーマグレ、うん、でこれはカクテルでは、カリフォルニアの、空ということで、はい、テキーラサンライズ、そうね、オレンジ色でね、皆さん見てください。はい、西の空ですね、東シナ海、ちょうどあれカクテルの、テキーラサンライズのような色になってると思いますのでね、はい、崎山さん今日、はい、サーフボード持ってますか？持ってますよ。ちょうどいい波がね、はい、はい、いいですね。出てますね。今日はですね、うん、ビッグウェンズデーのため遊泳禁止なんですね。はい、サーフもできません、はい、残念。残念ですね。はい。はい、それでは、はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではユースストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。それから飛び入り今日 OK ですかね。はい、大丈夫ですよ。はい、ということなので、ビーチで、ビーチで楽しんでる皆さんもどうぞ、飛び入りをよろしくお願いいたします。はい、それと、どうした、先週ですけども、うん、のりこさんはどんな週末を迎えました？ですね、ちょっとイベントが一つ、台風のためにできなかったんですね。はい、グスクヨガ。グスクヨガですね。はい、朝ヨガが。グスク定石ですね。うんうん、そうなんです。それがちょっと一つ、台風のためにね、安全を優先にしたために中止になりました。はい、わかりました。はい、そして、FP 崎山さん、はい、週末どうでした？週末というか、先週ですね。はい、先週、業界紙の住宅新聞の方が、はい、皆さんが来てちょっと取材がありました。取材、はい、何の取材なんですかね。これは後ほど、はい、はい、楽しみにしてくださいね。はい、はい、よろしいですか。はい、この番組はハイサイ君でおなじみの住まいを彩るサイトコーポレーションの提供でお送りします。さあここで皆さん一曲お届けします。 Catch Away by Beach Boys。
どうでしたか、音楽はあって。あ、すアメリカはもう喜んでるんじゃないですか。あ、西川さん来てます。あ、もう来てます、うん、嬉しいですね。今日はトロピカルビーチからの放送ですね。コンティニュー来いよ。あ、そう、自分の声入ってるか。あ、もう耳がないからさ、耳がないから分からんね。入っててね、うん、うん、あ、そうなんですね。それで、うん、そうなんですね、はいはい、音はね、ちょうど今、よりこさん抑えてますよね、今ね、抑えてるけど、抑えてるでしょ、声ですか、うん、いや、なんだろうね、だから今日ちっちゃくしてるけど、よく聞こえる、うん、ゆったり見ねやらないと、うん、あ、そうですか、一人行く、行く、あ、そうですか、行く、行く、ちょうど今ね、夕日が夕暮れ時でオレンジ色に染まってきましたね。綺麗ですね。こっちはトロピカルビーチなんですか。ギノワシトロピカルビーチ。チャタンガサンセットビーチ。サンセットですね、うん。トロピカルってどういう意味ですかね。色の意味ですか。うん、もうトロピカル。要するに、ね、南国、うん。トロピカル。検索。トロピカルってなんて意味？トロピカルって何？トロピカル南国とかそういったちょっと、うんうんうん、トロピカル、うん、はい、CM 入りますよ。音楽聴いてしまった。音楽聴いてしまう、はい、音楽はい、サイ、はい、サイ君、こっちで言ったら宣伝になりますね、はい、こっちでやりましょう、はい、いいっすね。なんかリスナーがいるっていうだけでも嬉しいっすね。反応はね、うん、あ、いや、反応というか本当に聞いてるじゃないですか。あ、うん、嬉しいっすね。マイクさんがいるだけでね。いやいや、じゃなくて本当のお客さん。そうですね。ギノワシの産業もついつもこんな感じですよ。あ、マイクさん、うん、場内放送してます、うん、で会場レポートも飛ばしてる私。あ、撮影もしてるんですか。撮影されてるんですか。うん、構成が前です。9、コンベンションセンターで、うん、市民前。あなたが輝く魔法の薄い道をお送りしております。このコーナーは暮らしのマナーやお付き合いのマナー、そして家庭教育からプロトコールまでをお送りしております。ご案内は伊礼のりことペイチンサトル、 FP 崎山、トロピカルビーチサテライトスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りいたします。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。はい、早速ですね、あららがまサイガーさんから、コメントいただいてます。今日はトロピカルビーチでなんですねっていうことと、はい、その前にのりこさん、うん、はい、今日のトロピカルビーチに来ているビーチボーイズの皆さんに、はい、あららがまサイガーさんもちょっと紹介して、これはペイチーさんがどうぞ、はい、はい、今あららがまサイガーさんは実際この番組を聞いてる、うん、ツイートしてるツイッターですね、はい、はい、で熱心なファンがいるんですね、はい、こののりこさんの、うんうん、で、あららがまサイガーさんはですね、今日は俺は体調を崩し風邪をひいてしまいました、鼻ピーピーしてますってことですよ、うん、あ、どういう意味ですか、鼻ピーピーは。鼻がですね、鼻水がちょっと出てるっていうことですね。出てるんですか。でもね、はい、聞いてください。またツイートお願いしますね。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。今日ですね、私は絵本の読み聞かせをしたいと思います。以前にも読んだことがあるんですけれども、Love You Forever。うん、これはどういう絵本なのかというと、無償の愛がたっぷり入っている絵本ですので、こちら、トロピカルビーチのにお越しの皆さん聞いてくださいね、よろしくお願いいたします。では読みますよ、はい、私からもちょっといいですか、うん、はい、サーフ風してる方、子守歌代わりになると思いますのでね、しっかりと聞いてください。 Love You Forever、 ロバート・マンチ、乃木理香。
お母さんは生まれたばかりの赤ちゃんを抱っこしています。ゆっくり優しくあやしています。ゆらーりゆらりゆらーりゆらり、そして赤ちゃんを抱っこしながらお母さんは歌い出します。 I love you いつまでも、 I love you どんな時でも、私が生きてる限り、あなたはずっと私の赤ちゃん。赤ちゃんは大きくなります。どん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 大きくなります。大きくなって2歳になりました。2歳の坊やは家中を走り回り、本棚の本を全部引っ張り出し、冷蔵庫の中のものをみんな出してしまいます。そしてお母さんの時計をトイレに流してしまいました。時々お母さんは叫びます。この子のせいで気が苦しそうだわ。でも夜になり、2歳の坊やが眠りにつくと、お母さんは坊やの部屋のドアを開け、そーっとベッドのところまで近づいていくのです。そして坊やがぐっすり眠っているのを確かめると、坊やを抱っこします。ゆらーりゆらり、ゆらーりゆらり、そしてお母さんは歌い出します。I love you いつまでも、I love you どんな時でも、私が生きてる限り、あなたはずっと私の赤ちゃん。坊やは大きくなります。どん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 大きくなります。大きくなって9歳になりました。9歳の男の子は、夕ご飯なんていらない、お風呂なんて大嫌い、そしておばあちゃんが来るといつでも悪い言葉を使います。時々お母さんは思います。こんな子動物園でも売っちゃいたいわ。でも夜になり、9歳の男の子が眠りにつくと、お母さんは男の子の部屋のドアを開け、そーっとベッドのところまで近づいていくのです。そして男の子がぐっすり眠ってるのを確かめると、男の子を抱っこします。ゆらーりゆらり、ゆらーりゆらり、そしてお母さんは歌い出します。 I love you いつまでも、 I love you どんな時でも、私が生きてる限り、あなたはずっと私の赤ちゃん。男の子はどんどん大きくなります。どんどん大きくなりでティーエンジャーになりました。ティーエンジャーの少年は変な友達を作り、変な服を着、変な音楽を聴いています。時々お母さんは思います。まるで動物園にいるみたいだわ。でも夜になり、少年が眠りにつくと、お母さんは子供の部屋のドアを開け、そーっとベッドのところまで近づいていくのです。そして子供がぐっすり眠ってるのを確かめると、その大きな大きな子供を抱っこします。ゆらーりゆらり、ゆらーりゆらり、そしてお母さんは歌い出します。 I love you いつまでも、 I love you どんな時でも、私が生きてる限り、あなたはずっと私の赤ちゃん。少年は大きくなります。どん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 大きくなります。大きくなって大人になりました。大人になった息子は家を出て隣町に住むようになりました。でも夜になり、あたりが真っ暗になると、時々お母さんは車に乗って隣町まで出かけるのでした。そしてもし息子の家の明かりがすべて消えていたら、お母さんは寝室の窓を開け、
そーっとベッドのところまで近づいていくのです。そして息子がぐっすり眠ってるのを確かめると、その立派な大人になった息子を抱っこします。ゆらーりゆらり、ゆらーりゆらり、そしてお母さんは歌い出します。I love you, いつまでも。I love you, どんな時でも。私が生きてる限り、あなたはずっと私の赤ちゃん。そしてお母さんは歳を取りました。どん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 歳を取っていきました。ある日、お母さんは息子に電話をかけて言いました。会いに来てちょうだい。すっかり歳を取って元気がなくなってしまったわ。息子はお母さんの部屋に会いに行きました。お母さんの部屋へ入ろうとすると、お母さんは歌を歌おうとしているところでした。I love you.いつまでも I love you どんな時でも。でもその後を続けることができません。お母さんはすっかり年をとって元気がなくなってしまったので、もう歌うことができないのでした。息子はお母さんの部屋に入りました。そしてお母さんを抱っこします。ゆらりゆらりゆらーりゆらり、そして息子は歌い出します。I love you, いつまでも。I love you, どんな時でも。僕が生きてる限り、あなたはずっと僕のお母さん。その夜、自分の家に帰った息子はしばらくの間、寝室の前で立ち止まっていました。それから部屋に入りました。そこにはまだ生まれたばかりの女の子が眠っています。彼は赤ちゃんを抱っこして、ゆっくり優しくあやし出しました。ゆらーりゆらり、ゆらーりゆらり、そして赤ちゃんを抱っこしながら歌います。I love you, いつまでも。I love you, どんな時でも。僕が生きてる限り。お前はずっと僕の赤ちゃん。はい、おしまい。はい、Love You Forever の絵本でした。これは、無償の愛がたっぷりたっぷり入ってる絵本でした。皆さんいかがだったでしょうか。はい、とても良かったですね。ちょっと眠たくなりましたか。はい、もう眠ってましたね。はいはい。ということで、はい、はい、今日はですね、皆さんにね、お届けしたくってこの絵本を選びました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、みんな静かになってきたんですけれども。そうですね。もうビール飲んでサーフ風して、はい、お肉も食べて、はい、そしてこう、サンセットを見ながら、ね、心地よい風が吹いてます。はい、そうですね。はい。はい、こちらでですね、冒頭でですね、このコーナーは、暮らしのマナーやお付き合いのマナー、そして家庭教育からプロトコールまでお送りしていますっていうことをお伝えしているんですけども、はい、今日はですね、家庭教育の中の、まあ、子育ての部分ですね、それを絵本の読み聞かせをしたんですけども、これからですね、ちょっと告知をしたいと思います。インフォメーションですか。はい、インフォメーションですね。はい、私は、マナーの講師として今沖縄県内で活動しているんですけれども、タイトル7秒で決まる成功する方法というタイトルでですね、この度、10月22日土曜日、PM2 時から4時までコスタビスタ沖縄ラ・コリーナにて、無料講座をすることになりました。はい、3人でやるんですけど、この3人、イレイ・ノリコとペイチン・サトル、
FP 崎山。はい、この3人のですね、コラボレーションの無料講座をすることになりましたので、皆さんどうぞお越しください。はい、楽しみですね。はい、7秒で決まる成功の法則。はい、そうなんですよ。はい、楽しみですね。はい、7秒なんですよ。7秒で成功するかしないかっていうことなんですけれども、はい。はい、ペチンさん、マナーってどういうふうに考えてますか？はい、マナー。マナーというのはもう、うん、多分、今日トロピカルビーチに来てる、紳士淑女の皆さん、はいはい、マナー守ってますか、はい、酒飲んでサーフーフーしても相手に迷惑をかけるようなことはやりませんよね。はい、そうです ね、はい、マナーにもね、いろいろマナーあるんですね。実は先だって私中学校の方でマナー講座をしてきました。ですね、職場体験学習前の事前学習でマナーコアをしてきたんですね。はい、うん、で生徒の皆さんいろいろ聞いてたんですけども、一生懸命ね聞いてたんですけども、私たち一人で生きてないですよね。そうです ね、はい、ね、お父さんもお母さんも、うん、みんなおじいちゃんもおばあちゃんも、はい、みんなで生きてますね。私たちは日々人と人とのコミュニケーションの中で生きてますね。はい、崎山さん、はい、はい、そうですね、はい、そうなんですね、はい、で大人になるっていうことは自分にとっても周りの人にとっても気持ちの良いコミュニケーションができる人間になるっていうことなんですね、実は。うん、ではですね、そのコミュニケーションより良い人間になるために、心の在り方、心ありますよね。それからと、自己表現方法をまとめたのがマナーなんですよ。ちょっと難しいですか？そうですね、ちょっと難しいですね、うん、じゃあですね、はい、はい、みんなが共通して持っているものってなんだ、なんでしょう。みんなが共通して持っているもの、はい、はい、持ってるもの、持ってるもの、はい、なんでしょうかね。何だと思いますか？命。はい、素晴らしい、命ですよね。命があるので、はい、今ね、FP を崎山さんもっと大きい声で、心、はい、そうなんですよ はい、心ですね、はい、それからね、今ね、私たちの前から歩いている人がいるんですけど、うん、歩き方があるんですよ、うん、それから、その歩き方にもね、姿勢よく歩いたりとか、まあ、ちょっとね、いろんな歩き方ありますね。姿勢をちょっと崩した歩き方とかであるので、それは姿勢ですね、はい、それから声、今私たちが話している声で、声にも出し方がありまして、話し方っていうのがあります。それから装い、今ビーチにね、皆さんお越しいただいてるので、きっとですね、ビーチのファッションしてると思います。そうですね、水着を着たりとかね、はい、これもドレスコードあるんですかね、はい、ビーチでも、ビーチではやっぱりねあるんじゃないですか、ドレスコード。海水の、なんていうんですか、海水浴のビーチファッション、ビーチファッションがありますよね。ありますね、はいはい。またね、やっぱり、ビーチにぴったりのカリウシウェアもいいですね。今私の前からカリウシウェアを着ている方が歩いていたんですけども、はい、あなたの隣にいる方もカリウシウェア、まあ、そうですね、はい、ジャケットを羽織って帽子をかぶってますけれども、でそれからですね、人は食べないと生きていけないですよね。食べる、うん、食べる、はい、食べないと生きていけないので、その食べ方っていうのもマナーの一つになるんですね。まあ、赤ちゃんの時は手づかみで食べますよね。だけども大人になると手づかみでは、もちろん手づかみで食べる時もありますよね。例えば、サンドイッチもそうですね、はいはい、それもあるんだけども、やはり食べ方っていうのはいろいろありますよね。ありますね、 TPO に合わせた食べ方っていうのがありますので、はい、まあ、そういうものが自己表現方法なんですね、うん、心、姿勢、歩き方、声、話し方、装い、食べ方、それをですね、うん、いかに、うん、かっこよく見せるか。私からちょっと、はい、いいですか今、うんうん、FP 崎山さんにね、はい、はい、今目の前でですねバーベキューしてますけど、はい、バーベキューと焼肉の違いをなんか前に私、FP 崎山さんから教えてもらったんですけど、どういう、うんうん、もう一度バーベキューと焼肉の違いって何でしたっけ。ちょっと忘れましたね。そうですか。はい、焼肉はですね、はいはい、その場でですね、皆さん鍋、はい、鉋っていうんですか、はい、囲んで、鉄板ですね。鉄板を囲んで、そのまま食べるっていうのが焼肉で、はい、バーベキューっていうのは、その焼いて、盛り付けて、別のところで食べる。
っていうのがバーベキューっていう定義があります ね、 そうですね。鉄板から勝手に取ってはいけませんよっていうのがバーベキューですね。本来はね、バーベキューが別で食べるわけですね。あ、そうですそうです。あのよく映画のシーンで思い出しました。映画のシーンで、はい、あのなんてテーブルセッティングもして、はい、あのなんてテーブルクロスをかけて、はい、あのなんてお皿にねいろいろ焼いたものをあの装いで一人一人食べるのがあるじゃないですか。はい、あれがバーベキューの本来のスタイルです。こっちで食べてもいいってことなんですね。はいはいはい、はい、そうですそうです。はい、はいはい、その、お鍋とか鉄板からそのままついて食べるのではなくて、バーベキューはですよ、はい、だけれども焼肉はそのままねついて食べていいんですよね。うん、はい、はい、そういうのが定義がありましたね。はい、はい、もうそろそろ時間となりましたけど、うんうん、のりこさん、はい、まとめてください。はい、ですね、あららがまサイガーさんからですね、絵本の読み聞かせに対してパチパチパチってありがたいですね。はい、ありがとうございます。先ほどもですね、ギャラリーの方がですね、あの私たちのことをアップしてくれて、あの見せてくださいましたね。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、のりこさん、はい、ありがとうございました。はい、また来週楽しみにしてください。はい、ここで CM 入ります。はい、さあ、くん。はい、もう中盤ですよ。早いですね。あなたが輝く魔法のうといぶちをお送りしております。はい、さい、ラジオ CM セールグスーヨーチューガナビラアンサリートロピカルビーチンカイメンソーチャルワカムヌチャチューガナビラ搭載ペイチンサトルのスルティアシバナカタティアシバナシマクトワヌチカンナトイビン搭載チューマタ時間許すかじりマジュンシマクトバチカティ華やかちウタミシエビサイニヘイデビタン。このコーナーではラジオをお聞きの皆様と一緒にシマクトゥバを学ぶコーナーです。皆さん一緒に楽しみながら学んでいきましょう。ご案内はペイチンサトル、イレイノリコ、FP サキヤマ、トロピカルビーチサテライトスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りいたします。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。飛び入りも OK ですので、皆さんどうぞこちらの方へお越しください。はい、ゆたさりごとにげさべらさい。はい、今日はですね、うん、トロピカルビーチにお越しの皆さんにもですね、はい、実はこのシマクトゥバというのは、1879年、今から約148年前までは沖縄は、琉球王国として、独立国でした。でその時にこの、使われていたシマクトゥバ、大切な文化ですね。その文化をですね残して、その精神をね引き継ぎたいということで、ペイチンサトルは千葉遠い。はい、ペイチンサトルさん、はい、シマクトゥバと方言の違いをちょっと説明してもらっていいですか。そうですね、シマクトゥバというのは、はい、沖縄本島そして宮古や山崎島ですね、はい、あと奄美含めた、うん、ので使われるのがシマクトゥバですね。はい、ウチナーグチというのはもう沖縄本島内で使われているのがウチナーグチですので、うん、はい、ね、先週はのシマクトゥバとウチナーグチ、はい、ウチナーグチ方言は方言、琉球方言と、うん、のいう位置づけですけども、はい、これは標準語に対して方言ということですね。あ、そうでしたか。はい、はい、ですから、シマクトゥバで、いいかと思いますね。はい、先週ですね、あららがまサイガーさんとキャッチボールをして、宮古の方言でしたけど、ね、あれそれはシマクトゥバっていうんですか。そうです、シマクトゥバに入りますね。はいはい、あ、そうなんですか。でじゃあシマクトゥバは広いんですね。広いです。はいはいはい、表現がね、はい、しかし宮古ではシマクトゥバとは言いません。うんうん、宮古普通あバッタニガタニ、ね、先週なんかまるでフランス語っていうことでねとても楽しかったですね。盛り上がってました ね。はい、うん、じゃあそれで今日はですね、はい、せっかくですねこのような形で、
トロピカルビーチにも来てますのでね、はい、それに、みんな集まってるので、ちょっと、うん、ティーチターチミーチ、うちのあのクガネ言葉を抜きやください、はい、よろしくお願いします、はい、まず皆さんがねよく知ってる、はい、島言葉ですね、はい、イチャリバチョーデ、はい、わかります、はい、はい、出会う人みんな兄弟だ、はい、はい、でこれを英語で言いますと We met by chance, brothers food and sister food ということになりますね。わ、ね、はい、かりますか、一期一会ですよ、うん、イチャリバチョーデ、はい、今日皆さんここで初めて会った方もウチナーでは、家族のような、親兄弟に接するように接しなさいということですのでね、うん、そうですね、はい、今日ここで会った皆さん、うん、イチャリバチョーデ、はい、ね、イチャリバチョーデですので、はい、ビーチ内でもね仲良くね皆さんねお隣のテントでもあ、ね、気軽に声かけをしてイチャリバチョーデをするといいですね。そうですね。そして、次の島言葉、うん、これも皆さんぜひ覚えてほしいと思います、はい、ウマヤヌティシリチュアフィラティシリ、はい、のりこさんちょっと説明してみてください、はい、馬は乗ってみなきゃわからないよ、人は会話をして しないとわからないよっていうことですか。素晴らしいです、うん、FP 崎山さんそれでよろしいですかね、はい、正解ですね、はいはい、これはですね馬やのティシリチュアフィラティシリ、これはですね人間は7秒で決まる成功の法則ってありましたけど、第一印象、実は人間はですね第一印象で判断してはダメなんですね、うん、馬は乗ってみないと分かりません、あ、体験しないと分からないよっていうことですね、人は話してみないと分かりません、うんうん、そうですね、非常に外見第一印象がのかまじさ、はい、ね、笑わない、はい、苦虫を食った人がいるかもしれませんけどね、はい、実はそういった方っていうのは非常に心優しいんですけど人見知りをする、はいはい、ね、一度心を開くとね、うん、とてもフレンドリーな方が多いです、ですから馬やぬちしりチュアフィラティシリ、ね、皆さんそういうことですから、はい、ね、素敵ですね、はい、規制概念にとらわれないで、ね、いいなと思ったら声をかけてください、うん、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます、なんかビール美味しそうですね、沖縄の水ですか、うん、近い近い、ありがとうございます、肉も持ってきていいですよ、はい、はい、先ほどの、イチャリバチョーデをですねもう一度、はい、ちょっと英語かっこよかったので、はい、じゃあペチさんお願いします、エフェルギロンです、うん、イチャリバチョーデちょっと英語で言いますと We met by chance Brother food and sister food、ね、素晴らしい、はい、はい、あ、かっこいいですね、学生さんですか、学生さん、あ、社会人、学生さんですか、イトマンから来たんですか、イトマンから、イトマンから、はいはい、ようこそ、明日お休みですからね、エイトマンですね、エイトマン、なんか美味しそうの、美味しそうなのを飲んでますね、沖縄の水ですよね、彼女たちはいないですか泡が、泡が立ってるのかしら、うん、ハイボール、ぜひね、うん、せっかくですから先ほど私が皆さん西海岸で、これまさしくカリフォルニアと同じ西海岸ね、東中井ですけど、うん、ちょっと今の空の色がですね、テキーラサンライズっていうカクテルがありますけども ね、はい、その夕日の見てくださいね、そういったカクテルがありますから、ぜひそのカクテルを飲みながらこのトロピカルビーチ、このシチュエーション、情景をですね焼き付けてほしいですね、はい、ということで、はい、島言葉はもっと何かありますか、ありますよ、はい、うんうん、はい、まずイチャリバチョーデ行きましたね、はい、イチャリバチョーデ、はい、ウマヤニョティシリチュアフィラティシリも行きましたね、うんうん、はい、さあまだありますよ、はい、それからですね、今ちょうどぴったりうん、はい、ですね、今日は皆さんこう西側の方にですね、うんうん、はい、ケラマ諸島渡嘉敷島が見えます、でそれにちなんだウチナーのクガネ言葉があります、キラマーミーシがマチゲーミーラン、うんうん、はい、今ですねちょっとですね、はい、キラマーミーシがマチゲーミーラン、はい、これ FA 崎山さんどういう意味ですかね、はい、ケラマはギノワンから見えるけど、うん、何でしたっけ、まつげが見えないですか、はい、ちょっとじゃあ、はい、のりこさんじゃあ紹介してくださいね、はい、今ですねインフォメーションをしたいと思います、普天間高校39期生同窓会11月5日土曜日ビジュランスでありますってことなんですけども、ジュビランスじゃないですか、ごめんなさい、ジュビランスであるそうです、時間は何時からですか、定芸で、あ、定芸、うちなですね、うちなタイムで、はい、もう一度ですね、インフォメーションしたいと思います。普天間高校39期生同窓会、11月5日土曜日、
ジュビランスで、時間は定例でよろしくお願いいたしますってことです。インフォメーションは何さんでしょうか。佐喜眞さんからのメッセージですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、楽しんでください。はい、何でしたっけ。はい。キラマーミシが。キラマーミシが、マチゲーミーラ。はい、大丈夫です。宜野湾の海からはキラマー見えますよね。はい、見えますね。今日見えますね。でも自分のまつげは近すぎて見えないってことですね。うん、それをもう少し簡潔で言うと、はい、東大元暮らしって言いますよね。はい、これをもっと身近で言いますと、はいはい、あるんですか。何ですか。ないですか。もっと身近に。あ、じゃあペーチンさんお願いします。はい、うん、隣の芝生がよく見えますよね。あ、隣の芝生は青いってことですね、うん、はい、そうですね、はいはい、あ、それも入ってますか。入ってますよね。ということは、うんうんうん、ね、一番身近に大切な人を大切にしなさいということですね、はい、うん、そうですね。ペーチンさんも大切にしてますか。大切してるかね、はい、崎山さん大切にしてますか。普通ですね。はい、普通、普通、はい、今日ね、すごいですね。このサテライトに乱入寸前でしたね。はい、普天間高校の普天間高校のね、39期生、うんうん、これ一般参加可能ですか。佐喜眞さん年齢制限あるんですよね。あ、ね、年齢制限ありね、うん、39期生ってことは何歳なんですか。39期生何歳ですか。わからない。多分ですね、はい、うん、35歳前後ですかね、うん、52歳。あ、45歳ぐらい、はい、うん、ね、同窓会楽しいですよね、うん、ぜひぜひ皆さん普天間高校39期生、はい、ぜひお越しください。はい、間違えてトロピカルビーチには来ないでくださいね、はい、ジュビランスですのでね。はい、ピーチンさん、ちょっとね、シマキトバとはちょっと離れるんですけども、せっかくですから、はい、今日のね、はい、本当に夕焼けとても綺麗ですね。はい、とても綺麗ですね、うん、真っ赤な夕焼けで、はい、とても風がですね、はい、そよそよと吹いていて、はい、もう本当に夏が終わりだなって感じがします、ね、わかりました。じゃあですね、はい、うんうん、ここでペイチン悟るのコーナー終わりますけどもですね、はい、はい、この今の状況にぴったしの曲を送ります。はい、サーファーガール by ビーチボーイズ。日本でも有名な人が来るんですよね。木梨昇吉、これはもう終わってからだね。ああ、ね、それでも、はい、もう多分任せたので、うん、曲の間にやっとく、うん、じゃあ曲今話して今やっとく、うん、佐藤さんやって、うん、ちょっと割れちゃったな、ちょっとへこんでる、もったいないな。木梨昇吉とハンニャ、チャンプルー、ラジオでやっとくさ。ラジオで、ラジオというか、YouTube、 YouTube、ネットでやってる。はい、YouTube を、お聞きのリスナーの皆さんに耳寄りな情報をお届けします。2016年10月2日日曜日、PM12 時から21時、長いですね、12時から21時、木梨昇吉と、般若、チャンプルーという、ライブがありますね。これは糸満市の西崎の工業会館で、野外のビアガーデン開催ですね。野外プール、アフターパーティーあり、当日なんとチケット3000円で、当日1000ポイントの方、小学生以下無料ということですね。水がいい、素晴らしいですね。もう一度言いますよ、10月2日日曜日、12時から21時までチャンプルーという、これはすごい、屋外での、ライブですね。木梨昇吉と般若がスペシャルゲストで来ます。そして皆さんもよく知っている方々がいると思いますね。でチケットの取り扱いですけども、これはですね、ダイニングヌードベースメントで、そして、チケットが3000ですね。はい、よろしくお願いします。以上インフォメーションでした。お疲れ様です。ありがとうございます。ビーチボーイですか、これも。ビーチボーイ。手が割れちゃった。大丈夫だよ、修理できるよ。大丈夫。はい。
時刻は6時39分を回りました。あなたが輝く魔法の移り道をお送りしております。ハイサイリスナーの皆さん、そしてトロピカルビーチにお越しの皆さん、この時間は、FP 崎山の分かりやすいマーケティングですけど、今日からですね、FP 崎山が肩書きが MK 崎山に変わります。はい、はい、のりこさん、 MK って何でしょうかね。あ、スーパーマーケット？いや、ではないですね。何でしょう。実は、崎山さんの愛する奥様が、マキ MK なんです。違いますよ。すね、違いますよ。はい、ペーチンさん。はい、違いますか。はい、じゃあ、MK の、意味を。これはマーケティングですね。マーケティング。マーケティングをやる人っていうことで、はい、あのよく ER とか、はい。マーケッターのことですね。はい、そうです。マーケッターのことです。そうしてね、はい、あの、方向付けしていただいてるんですけども、はい、ちょっといいですか、はい、あの、はい、アララガーマサイガーさんからちょっと今あのメッセージいただいてます。ケラマーミー氏が間違えミーラン、俺も好きな言葉です、はい、っていうことと、浦添市は大雨が降りそうなくらい真っ暗ですっていうことです、うん、あ、そうですね、もう天候また崩れてきたんですね、と、ね、うんうん、いうことですね。はい、わかりました。では進めてください。はい、じゃあ今日からですね、崎山さんお願いします。マーケッター崎山の分かりやすいマーケティング、うん、成功するマーケティングですね。はい、はい、今日の崎山さん、MK 崎山さん、はい、今日のテーマなんでしょうかね。今日のテーマはですね、はい、マーケティングの、まとめにまた入っていきたいと。マーケティングのまとめ、はい、まとめで今日はこれから1ヶ月間ぐらいですね、はい、マーケティングの基本をですね、はい、話していきたいな。分かりやすいマーケティングですね。はい、はい、はい、じゃあ行きましょうかね、はい、そもそもマーケティングって何なのっていう話なんですね。はい、もうよくわかりますよ。はい、はい、まあ、初めてマーケティングって聞いた方もいると思いますので、はい、マーケティングって要は企業とか、はい、個人事業者なんかが営業とかよく言いますよね。はいはい、で、その中でマーケティングでこう広告とかって言ったら大体ピンとくると思うんですけどね。はい、はい、それはじゃあ実際もっと分かりやすくですね、マーケティングっていうのをやっていきたいなと思ってますね。はい、はい、で今日はですね、その背景、背景、なんでマーケティングやらんといけるのかな、はいはい、はい、うん、そこ、はい、とても営業だけでいいんじゃないみたいなとこあるじゃないですか。はい、ありますね。はい、はい、で、まあ、大げさに言うとですね、現代の時代はですね、情報型の時代と言います。ああ、そうですね、はい、情報案内してますね。ペッチさん、情報型ってどういうことかご存知ですか？わかりますね。もうとにかく今、はい、いろんな、まあ、うん、以前でしたら新聞、テレビ、雑誌、はい、ラジオでしたけども、今はもうネットですごい情報がどんどん入ってきますね。うん、はい、そうですね、はい、今の若い方なんか iPhone とか普通に持ってますよね。持ってますね。だから大手企業からですね、まあ、いろんな企業の商品も、はい、インターネットで個人からチョイスしていく、あ、はい、まあ、そういう時代なんですね。はい、そういう時代ですね。情報がどんどん入ってきます、ね、はい、どんどん情報があって、だからこちらで情報をいいものなのかっていうのがちょっと、うん、判断がわからない時があるんですよ。判断ができない時代とも言われてます、はいはい、先生が言う通りなんですね、うんうん、で、この企業側ではなくてですね、このお客様側の目線に入るというのがまずマーケティングの入り口なんですね。あ、いいですね、はい、お客様目線、はい、会社側目線、会社側目線でですね、ではなくてお客様目線、まあ、通常ですか、普通はですね、はい、営業マンっているじゃないですか、はい、私も営業を出身なんです、はい、私も営業マンですね、はい、営業マンってお客様目線になりたいんですけど、やっぱり会社の上司とかいるじゃないですか、はい、また同僚とか、やっぱりノルマがあったり、やっぱり会社目線なんですね。で、本当にお客様目線になれるかっていうとちょっときついところもあるんですよ。はい、そうですね、はい、ですからここでマーケティングを学習していきましょうということで、マーケティングっていう学問があるわけですね。あ、はい、はい、ただこれは実績で実践でできていく学習法なんですね。あ、はい、はい、机上の空論ではないということなんですね。はい、で、じゃあ今背景が情報型の時代ということで、要は物を買うとか売るとかっていうのは需要と供給っていうじゃないですか。はい、言いますね。はい、で、その中で今もうお客様自体もですね、お客様自体ももう何がいいのか、どこの会社がいいのか、どこの商品がいいのか悩んでしまうんですね。そうですね、はい、今
悩んでしまう、お客様が、はいはい、もう情報が多すぎると、例えば道端道ね歩いててペーチンさん、あの自動販売機とかたくさん飲み物がありすぎて、あります、はい、選びきれないですよね、選びきれないですね、どこの商品がまあ広告とか CM とか力入れてるかによっても商品のイメージって残りますよね、はい、はい、でそういうことであのやっぱりマーケティングやってる会社が売れていくだろうという想定でですね、あのマーケティングですね、はい、要は今のあの iPhone のお話が出たんですけど、この個人と一大企業がですねつながってる時代なんですよ、あ、はい、あ、はい、この携帯とか iPhone でお客様が見てますので大企業と本当につながってる時代ということなんですね、あ、はい、はい、ですからお客様目線で CM だったりやっていかないとですね、やっぱり売れない時代と言われている時代なんです。ですからそれをちょっとまとめますけど、情報型の時代での需要と供給は要は橋渡しが必要な時代なんです、はあ、はい、この橋渡しがですね、この橋みたいなもんがマーケティングって思えばいいと思います。どんなですか、わかりますか、このブリッジが、ブリッジ、ブリッジが、はい、マーケティングですね、うん、そうです、はいはい、で今の時代またお客様目線で言うとアテンションエイジ、はい、それもよく聞きますか。そうですね、ペーチンさん、私はもうアテンションエイジは聞きますけど、はい、ノルコ先生はどうなんですかね、あまり聞かないですね、うん、その場所にいなかったっていうのもあるんですかね、まあちょっとあの横文字なんで分かりにくいかもしれないんですけど、はいはい、うん、やっぱり注目する人たちとかあの今の、消費者はですね、物を注目して物を買っていくということをもう一回基本に戻ろうということなんですね、企業側がそういう時代ですよという意味で、はい、よくあの英語で言うとですね、ペーチンさんじゃないんですけどインフォオーバーロード、いいですね、はい、インフォオーバーロード、これ覚えててください ね、 いいですね、アテンションエイジで情報型の時代っていう意味です、はい、情報型の時代です。これがまあ大体マーケティングをやっていく背景ですね、はい、いいですね。時間はどんなですか。大丈夫ですよ。で、大丈夫ですか。今消費者が何を買っていいかわからないって話してましたよね、で今実はあの、はい、NHK で、はい、トト姉ちゃん、うん、で実はそこで生活の友社でしたかね、はい、そこで家電メーカーを実際に実験して、うん、その分析をですね、うん、そうですね、本で紹介してるんですね、はい、まさしくマーケティング、分かりやすいですね、やっている出版社でしたね。ペチさん、今日はあのビーチなんで、はい、あのまあ、ドッジボールやってる人はいないと思いますけど、はい、あ、ビーチバレーやってましたね、ビーチバレーやってましたね、はい、あのキャッチボールってよくお客様と企業がキャッチボールやるっていうじゃないですか、あ、はい、これイメージしたりもらったらお互いにボールを投げて、はいはい、お客様がキャッチしたら、はい、キャッチボールになりますよね、はい、でも今の時代はキャッチボールではなくてですね、あのドッジボールって言われてるんです。ああ一方的ってことですか。うん、恐れられてるわけですね、企業が。あ、お客様がボールが来たら逃げちゃうんですよ、うん、あ、逃げる。ちょっと分かりやすくわざと、あの、キャッチボールお幸せになると逃げてしまうってことですね。そうです、ドッジボールっていうのは逃げて、うん、逃げて、うん、あの丸ど、はいはい、当たらないようにするす、ね、でそれだけの話なんですけどね、うんうん、あんまり意味はないんですけど、はい、キャッチボールやりたくてもお客様が逃げるので、うん、はい、あのドッジボールってイメージでやればお客様に対してもっとキャッチボールができるように努力しなさいよって意味で、うん、今の時代 はお客さんが逃げるっていうのは情報がたくさんありすぎて選んでるっていうことになるんですか。はい、選んでるのもあるし、あの、まあ、いろいろ理由はあると思うんですけど、うん、企業をちょっと信用してないわけですね、うん、はい、し、あのもう話がちょっとね流れていきますので分かりにくいと思いますけど、いや今の分かりやすいですよ、はい、はい、あの、うん、お医者さんとかっていうのは皆さん信用してますよね。そうですね、はい、うん、でも企業とか社長さんってあんまり信用されてないです実は、はい、でそれあのホームページ調べるときにちょっと風邪気味だな、手がちょっと怪我したなと思ったらお医者さんに行く前にネットで今調べますよね。調べますね、はい、検索するじゃないですか。自分の怪我大丈夫かなとか、僕インフルエンザかなって。でもこれでまたあの調べて病院行きますよね。だからあの 30% ぐらいは医者はお医者さんを信用する時代と、うん、で企業側は 10% から 15% ぐらいが信じてないんです。
だからかなり低いですね、はい、それ今分かりやすいように言ったんですけど、要はフェイスブックとかホームページ作っても信用されない時代って言われてるんですね。あ、はい、いろんなので検索できますからね、はい、だから個人のお客様に本当に真実をですね、商品をお客様目線になってるかが大事な時代と、はい、それを見極めるための、はい、そうですね、マーケティングも。で今の社会はビジネスは、まはい、キャッチボールではなくてドッジボールの時代だから、お客様目線になってくださいよということですね、はい、いいですね、はい、まあ、ちょっともうまとめに入りたいんですけど、はい、まあ、マーケティングって何ですかというお話だったんですけどね、まあ、一つはですね、お客様に需要を買ってもらうということは需要というじゃないですか、需要を生み出す橋渡しのことなんですね、うん、それがマーケティングですね、はい、ちょっと難しいんですけど、セールスとマーケティング混同する人が多いんですけど、マーケティングっていうのはセールスとはちょっと違いますよということですね、はい、なんか、ええ、これをちょっとひねってですね、はい、こう世の男性にモテる男性とモテない男性がいますけど来ましたね、はい、このモテる男性っていうのは、はい、このマーケティングができてるわけですよね。そうですね、私の分野ではないんですけど、確かにですね、ペーチーさんが言うように、今ネットとか人気のある、はい、アプリとか、これはやっぱり人と人の出会いなんですよ。それがランクはやっぱ上がります。そうですよね、それもマーケティングの一つなんですね。そうですよね。でこの、はい、ペーチーさん見てるんですかね、はい、出会い出会いというか、はい、やはりちゃんとした出会いもありますよ、はいはい、モテる男というのは、はい、女性から見て魅力的な何かをやはりそうです、ね、このマーケティングとして自分のスキル、はい、戦術持ってるんですね。そう持ってますね。ちょっと分野が違うんで、はい、分野が違います今荒中正井さんがですね、はい、介護は介護者とお年寄りのキャッチボールしてますよ、うん、会話のっていうことと、はい、マーケティング難しいですねって、それから俺はモテたいからマーケティングできていないなって、いやいやいや、モテないからモテないからマーケティングできていないなって笑っています。あがい谷が谷だらがサイガーさん、ありがとうございます。マーケティングをですね、 MK 崎山のマーケティングを学べばモテるんですか、なりますよ。あ、そういう意味ですか、はい、なぜかというと仕事ができる男はですね、モテないわけがない。そうですね、そうですよね、うんうん、なるほど、はい、そうなんですね。僕も思ってますかね、モテるんじゃないですか、はい、今日ファンクラブが来てるじゃないですか、はい、 ありがとうございます、ね、はいはい、MK マーケッター、はい、はい、そうですね、はい、今日はもうだいたいね、もうこういう時間来ましたので、今日はこの辺にしときましょうかね。そうですね、今日ね、ちょっと私、はい、今ドッジボールの、はい、時代って言いましたけど、うん、これを早くキャッチボールの時代に、うん、買いたいですね。買いたいですね。そうですね。はい、そうですね。キャッチボール、子育てもキャッチボールなんですよ。うん。うん、キャッチボールがあって、お互いに成長していくので、うん、一方的じゃないですよね。そうですね。このキャッチボールに戻すためのマーケティングですね。はい、前回の番組では、ラジオでは、のりこ先生のマナーですから、はい、やっぱり、橋渡しとか、橋っていうのは、やっぱり人と人のコミュニケーションですので、はい、やっぱりおもてなしにも通じるかなと思うんですね、うん、お客様をおもてなしします、ね、そうそうそう、一方的じゃないですよね、はい、ですからやっぱりマナーとかおもてなしとか、うんうん、ぜひ10月22日 の、はい、ビジネスマナーは受けた方がいいと思いますね。そうですね、はい、すごいですね、企業家はですね、万全しました、はい、いやマーケティングで、はい、こう橋でしたよね、はい、でのりこさんはマナーマナー、はいはい、7秒で決まる成功する方法の無料講座があるんですよね。ですね、はい、10月22日、はい、そうですね、はい、ちょっと自分も出ますけど、はい、たくさん出るんじゃないですかマーケティングのお話で。いやいや、僕はもう、うん、応援します。はい、じゃあ崎山さん、はい、MK 崎山の分かりやすいマーケティングは、以上ですけども、はい、来週はですね、はい、マーケティングの究極のまずは目的ですね。あ、目的ですね、はい、目的をちょっと、はい、ドラッカーさんの話もしながらですね、はい、わかりました、はい、究極ですね、はい、はい、じゃあ来週また楽しみにしてくださいね。いや、それではさーっと来ましたけど、のりこさん、はい、はい、トロピカルビーチ、ね、サテライトスタジオ、感想どうですか。あとですね、
風がとにかく心地よくって、で、夕焼けがね赤く染まって綺麗ですね。で、はい、私もですねちょっとですねテントの中で乱入しまして、ちょっと泡でシュワシュワーっとしたのも飲みたくなりましたね。あー、いいですね。シュワシュワ沖縄の水をシュワシュワーって飲みたくなる、はい、ちょっとまた、はい、あららがまサイガーさんからね、はい、来てますツイートですね、うんうん、自分は仕事はできるけど同じ職員に注意とか叱ることができない、仕事はできるけど、はいはい、これも究極のマーケティングで、来週はぜひあれですね、ちょっとマーケティングっていうかマネージメントですね。そうですね、これ私からさっと言うと、上司なんですかね、注意とか叱る必要ないんですよ、それを見せてあげればいいんですよね。そうですけど、誘導してあげるんですね。あららがまサイガーさんが一生懸命頑張ってる姿を見て、はい、職員はついていくと思いますよ。マーケティングの時間でもじゃあ取り上げていきましょう。ね、いいですね、はい、これね、マネージメントも、はい、じゃあMK 崎山さん、はい、FP から MK に変わりましたけど、今日どうでした、トピカルビーチ。今日はやっぱりトリピカルビーチに来てますので、なんか本当にリスナーが目の前に歩いてますからね、ちょっと緊張しましたね。そうですね、緊張しました、はい、緊張、肉はやっぱり来なかったですね、はい、いや、お気に入りの女性がいたから緊張したんじゃないですか、違いますか。ちょっとスタジオとちょっとイメージが違いますね、本当に聞いてもらってるなって。はい、わ、はい、かりました、はい、また次回もありますか、こちらのスタジオで。あ、できたら、ね、10月はですね、10月いっぱいはぜひ行きたいですね、うんうん、はい、とってね、はい、よろしいですか。はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、この番組は住まいを彩るサイトコーポレーションの提供でお送りしました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました、はい、とても楽しい、トロピカルビーチでの、ラジオでした、はい、ありがとうございました。はい、また来週もお願いします、はいはい、緊張ばっかりだけど、もう7時から暗いね。真っ暗ですね。本当ね、もう声聞こえてた。俺も暗くなって自分も喋っても聞こえない。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、ひろきさんもノンアルコールでちょっと写真撮りましょうか。乾杯しようか。写真撮った。